こんにちは。2018年7月2日です。小平町防洋台キャンプ場を出まして、海岸線を南下いたしました。増毛町リバーサイドオートキャンプ場に到着いたしました。海岸線から内陸の方に1キロぐらい入ったところです。所管別川の、ほとりにあるキャンプ場です。まあ、雨がだんだん強くなってまいりまして、このままで、写真撮るんなら、レンズを水滴から守んなきゃいけないなと思いながら、どうしようかなと思って、考えながら走ってまいりました。そして管理棟に到着して、撮影させていただきたいんですが、というふうに言いましたら、どうぞ雨降ってますから、車で中走っていいですよ、ということを言われまして、管理人さんが車止めの柵があるんですが、それを抜いていただきまして、どうぞここで、ぐるっと車で走って中、見てくださいと言われまして、大変助かりました。車で先にオートキャンプ場の方の、こう、回るコースが、コースっていうか、道があるんですが、ちょっと狭かったんですけど、そこを、ゆっくり、走りながら、撮影させていただきました。このキャンプ場は、オートサイトが大きく2つあります。ノーマルサイトが2000円です。それからスタンダードサイトが、4000円で、こちらの方は、電源があります。それからキャンピングカーサイトがこれ6000円です。これ4サイトしかないんですが、設備が非常に整ってます。電源、上水道、それから排水、下水ですね。それとテレビの端子があります。それからバーベキューのテーブルなどもついてます。そしてコテージの方は、5人用が3棟ありまして、1泊1万2000円です。シャワー、トイレ、キッチン、冷蔵庫などの設備があります。そして、ここをぐるっと車で見て回りまして、途中でちょっと車を止めまして、吊り橋があるんですが、その橋を渡りまして、所管別川を渡るんですが、向こう側の方に、所管公園というのがあります。途中まで行ったんですけども、雨が降ってたんで、行かなかったので、行かなかったんですが、天気が良ければ多分行ったと思うんですけども、パークゴルフ場などが、見ることができました。そしてまた引っ返しまして、今度車に乗りまして、管理棟を挟みまして、反対が、いわゆる向こう側になるんですが、そちらの方は一般のキャンプ場だということです。すごく広い駐車場が用意されています。中の方には通路があるんですが、こちらの方も車で走ることができます。で、こちらの方もぐるぐるこう、見させていただきました。中央の方には小高い丘がなってまして、その上には東屋があります。そこで、ちょっと写真の撮影をさせていただきました。そこから見ますと非常に広いです。こんなところにこんな広いものがあったのかと思うぐらいの広いキャンプ場です。この増毛のリバーサイドパンキャンプ場、なかなかいいと思います。はっきり言って北海道のトップクラスです。トップ5には十分、入ってくるような、キャンプ場だと思います。今日はそこを見させていただきまして、車中泊なんですが、アイロード熱田に向かいます。今日はワールドカップの、日本とベルギーですかね、それがあります。午前3時にキックオフです。アイロードアスタは電波状態がいいんで、そこに向かって、走ってまいります。アスタに着いたんですけども、もうものすごい雨で、もう車から出るのも嫌だというぐらいの雨です。車の中で、ウイスキーを飲みながら、ご飯も車の中で食べました。中に入ったんですけども、道の駅入ったんですが、もう閉まってまして、食べるものがなかったんで、車の中で、非常食を食べてました。そして、車の中で、テレビを見ながら、DVD を見ながら、ごろんとしてて、してたんですが、したらものすごい雨の音で、もう本当にバケツをひっくり返したっていうような、ものすごい、雨でした。車の天井に、当たる音がすごくて、この天井は断熱の加工はしたんですよ。しかしながらその防音まではしなかったんです。大した雨ないなと思いながらやってたんで、だけど今回はものすごい雨の音が車全体に響いてまして、これは
今度暇の時に内張りを剥がして防音をしなきゃいけないなと思いました。で YouTube でちょっと調べさせてもらいましたら、天井の方の鉄板のところに、防音材を片側が両面テープになってまして、でもう片側がアルミになってるやつあるんですよ。私もそれ使ってるんですけども、それを鉄板の内側から貼り付けまして、それからフェルトかもしくはウレタンのチップのやつを貼って、その上にこのトーレの防音マットを貼って、それから内張りを戻すという、形にしてたみたいです。確かに屋根の鉄板がこう厚くなるもんですから、そうしますと両面テープがこう剥がれてきます。いわゆる下の方にぶら下がるような形になるんで、それをどういうふうに、止めてるのかなと思って、まあ見てましたら、やはりこうびっちりこう押さえ込むような形ですね。確かに、ね、隙間がありますと熱でこう垂れ下がって剥がれてしまって効果を出さないんじゃないかなと思いますけども、まあそのような施工されている方がいたんで、それを真似して、今度やってみようかなと思います。今回はそれほど、そういうことを思うほどものすごい雨の音がしてました。でまあ目覚ましをかけまして、午前3時のキックオフから見させていただきまして、そしてハーフタイムの休憩時間になりますと、皆さん車からゾロゾロゾロと出てきて、まあお歯磨いたりなんかしてて、また車の中に、入ってきました。まあそれでまあこれから帰るんですけども、まあちょっと仮眠していこうかなと思ったんですけど、よくよく考えてこれだけ雨降ったら多分通行止めになるなと思って、早めの、まあ、ちょっとだけ休んで、5時頃かな、エンジンかけて、出てまいりました。そして、まあ、いつものルートの、峠があるんですけど、そこに途中まで入ったんですけど、そうしましたら案の定やはり、通行止めというふうに、なってまして、まあしょうがないなと思って、そこで狭い道だったんですけども、そこで、U ターンしまして、またに日本海側に出まして、それからじゃあ札幌まで行かなきゃいけないなということで、札幌まで海岸線を走ってまいりました。まあさすがにこのルートは道が広いので、通行止めにはなってなかったんですけども、まあ川を見ますとものすごい濁流が流れてました。そしてまあ家に帰りまして、ニュースを見たら留萌方面が洪水だということでした。まあ実は益城から帰るときに留萌向かって帰ろうか、それとも札幌を向かって帰ろうかというふうに悩んだんですけども、やっぱりこれは札幌行くのが正解だということで、札幌に向かって助かりました。本当に北海道も結構、立派な梅雨です。台風の方も来てまして、これが温帯低気圧に変わるみたいですが、雨の方は依然と続いております。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。